皆さん、こんにちは。バイリンガルハルキストのマサトニックです。Hey guys, it's マサトニック I'm バイリンガルハルキスト村上春樹、ブックガイド、短編編61、眠い。ということですね。今日は村上さんの短編、眠いというお話を紹介していきたいと思います。えー、この話、めちゃくちゃ好きで、久しぶりに読み返してみて、やっぱり面白いな。この世界観大好きだなと思った作品なんで、えー、早速紹介していきたいと思います。それでは、参りましょう。 いつものようにこのビデオ3部構成で構成されています。まず1つ目、作品概要、そして2つ目、あらすじ、そして3つ目、おすすめポイントという順番でお話をしていきます。まず、作品概要ということでですね、えー、この作品、眠いですが、雑誌、トレフルの1981年8月号に初出となっています。そしてその後、村上春樹全作品収録時に大幅に可視されています。 で、これでるんですが、えー、こちらですね、収録短編集、これ、カンガルービオリに収録されています。で、めちゃめちゃ短い話、たった多分もう数ページ、10ページないぐらいの、とても短い、短いお話です。で、ポイントはですね、眠りではなくて、眠いというところがポイントですね。村上さんの短編作品で、非常にあの、有名かつ、とても、 素晴らしい。眠りという作品があるんですが、この、いやもう本当に一文字違いで、言ってることはほとんど同じということなんですが、眠りではなくて、眠り、あ、言ってることを話すというか、全然実は違うんですよね。眠りという作品を読んだことある方、多いかと思うんですけども、眠りは、その、な、 タイトルとはある意味真逆で全く眠くない女性の話なんですが、これはとにかくひたすら眠い男性の話ですということで、ある意味対局にあるような、どっちも短編という形ではありながら、眠りの方は比較的まあ長めな短編なんですけども、眠いはもうショートショートということで、すごく短い作品です。はい。で、どんなお話なのかというと、もうめっちゃシンプルです。彼女に連れてこられた結婚式でひたすら眠い話ということです。で、これですね、この、 村上さん、おそらく確かな効果の遠征で書いてたと思うんですけど、結婚式というイベント、儀式、セレモニーが、まあ、あまりお好きではない、平たく言うと多分大嫌いなんだと思うんですけども、<laughs> みたいなことを確かどこかで書かれてたと思うんですけども、僕もとてもとてもその意見には共感をする人間でして、僕自身何年か前に結婚式を挙げましたけれども、えー、と 自分で体験している分にはとてもとても楽しいものなんですがもちろんあまり呼ばれていくものというのがですねまああまり楽しくないよりかったなと過去の人生を振り返ってもそうですし結婚式とかに呼ばれるようになるような前のことを思い出してもまああんまりなんかいい イメージを持ってないなというところなんで、この作品を最初に読んだ頃から、まあ、今までに至るまで、結婚式に呼ばれた経験とか、自分で結婚式やった経験を踏まえても、まあ、まあ、ひたすら共感できるなという作品なんですが、まあ、その結婚式に、いやいや、呼ばれて嫌だ、嫌だという気持ちが眠いという形で出ているという、とても、あの、 アンチ結婚式派の方々にはとても共感いただけるような作品であるととに、結婚式ほど素晴らしいものはないと思っている人も世の中にはま、ずまずたくさんいらっしゃるのかなと思うと、そういう人たちからすると、ちょっと何なんだろうというとこかと思うんですが、まあ、とはいえ、まあ一つのユーモア。 ヒューモーラスな作品としては楽しめるんじゃないかなというそういうお話です。えー、あらすじとか来ましたが、もうこれだけの話なので、あらすじも何もないというところではあるんですが、そういうお話です。で、このお話のおすすめポイントですが、とにかくですね、このいかに主人公、語り手が眠いのか、結婚式中に眠くなるのかというこの描写が素晴らしいです。で、結婚式中に、 眠くなるかどうかっていうのは、これは当たり前ですが、個人差あると思うんですが、眠ってはいけない、まあ、あの、絶対に笑ってはいけないという番組ありますが、同じような形で絶対に眠ってはいけないシチュエーションで眠くなったことって、ほとんど多くの方があると思うんですよね。あの、古くは、まあ、教室の学校の授業中であったり、あるいは会社での仕事中であったりとか、 いろいろな大切な場面、絶対眠ってはいけない場面で眠くて眠くて仕方なくなった時のその辛さって、まあ、大体経験あるじゃないですか。それがね、とても素敵に描写されてるんですよね。例えば、こんな描写があったりします。ちょっと読んでみますね、えー。その上にもやはり白いガス帯がぽっかり浮かんでいた。例えば、ここに白い,白いシーツがある。と、その白いガス帯は語りかけていた。クリーニングから帰ったばかりのパリッとしたスーツ、パリッとしたシーツだよ。 わかるだろう君はそこに潜り込めばいいんだよ。少しヒヤリとして、それでいてあったかい。そして太陽の匂いがするんだ。というようなですね、これ、謎の白いガス体が眠くて眠くて仕方ない僕に語りかけてくるシーンなんですが、なんかこれがとても素敵なんですよね。こんな感じになんかなりますよね、という、このゆるさ。 独特のなんかゆるさがとても面白い。この描写がとても楽しいかな。あと、必死に眠りをこらえるためにいる、ありとあらゆる手段で起きようとするんですけども、例えば、あの、すごく難しいスペディングの単語をクイズを出してみたりとか、ミシシッピの中に何個愛があるかみたいな話とかが出てきて、とてもとても読んでいて、まあ、薬とさせられる、そんな楽しいお話です。 ということで、まあ、元から短い話なので、さらっとご紹介させていただきましたが、今日は、ムルカメさんの初期の頃のですね、短編作品眠いというお話をご紹介させていただきました。もし、この動画を見ていただいて、まあ、眠くならずに見ていただいて、ちょっと気になったなという方がいたら、ぜひですね、こちら、考える日より、ね、撮ってみていただけたら嬉しいなと思います。はい。というわけで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。えー、もしよかったら、またつあの、チャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできたら嬉しく思います。Until then, see you, bye!